はい、どうもおはようございます。2018年1月2日お正月ということで、どうも明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、福引ガチャ10回引いた後に、装備ガチャを4000ルピーほど、引こうかなというふうに思っております。去年の12月の中盤ぐらいに、そこでも4000ルピーほどかけて、装備ガチャを引いたんですけれども、それは動画説明欄の方に載せておきますので、もし興味があれば、ご覧ください。で、今回改めてメンテがあったということで、確率等はね、変わってるかもしれないんですけれども、引いていこうかなというふうに思っております。耐久パーティー作ってまして、装備の方は周回をね、していかないと、コツコツ周回していかないと、揃わない感じなんですけれども、解放石はね、しっかり確保しておかないといけないんで。ただ1月5日にエリシアが覚醒するということで、もしかするとそこに合わせて何らかのイベントが来るかもしれないんで、3000ルピーほどは残しておこうかなというふうに思っております。はい、ということで、ガチャの方ですね、引いていこうかなと思います。はい、それでは福引ガチャの方引いていきたいと思います。装備ガチャ中に気づいたんで、ルピーがちょっと減ってると思うんで、時系列めちゃくちゃなんですけれども、その辺はご了承ください。はい、10回引きましょう。フィーナどうですか、出ましたか。まだ出てない人もいれば、5、600で出ちゃった人もいるしっていう感じでね。やっぱり結構ね、偏りが激しいんで。よし、あと1回。出なかった。今僕は600ぐらいですね、引いてるので。アクセが5つぐらい出てて、リングですね。フィーナは一向に出る気配がないって感じですね。あんまりこうね、引きまくっても、って感じなんで、フィーナはね、確かに SP 突できるんですけど、一時的なものでもあるんでね、やっぱり装備をね、しっかりと整えていった方が、後々にはね、いい影響をもたらすんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、装備ガチャの方をメインでやっぱり引いていこうかなと思います。はい、じゃあ装備ガチャの方に戻ります。はい、それでは解放石のガチャやっていきたいと思うんですけれども、今現状解放石はこんな感じで溜まってます。結構装備ガチャ装備を作るのに結構使っちゃったんですけど、通常の防具宝石とかが解放石とかが足りなくなってきてますね。武器解放石がやたら余ってるんですけど、あと赤宝石とか青宝石とかも結構余り気味ですね。はい。そんな感じなんですけれども、ガチャの方ですね、引いて。特にね、防具の方はやっぱ HP をつけるのに結構使うんですよね。無料召喚、これか。はい。引いておいて。で、装備ガチャですね、回していこうかなと思います。ほい。な、しょっぱなからか。ちょっと待ってくださいね。はい、どうも失礼しました。セット装備の周回してるの完全に忘れてました。はい、じゃあやっていきます。お、幸先いいですね。1個目出た。はい。果たしてね、エリシアが、4つか。解放石4つ。10個でね、高級解放石1個みたいなもんなんでね。よし。エリシアがどれぐらいの、性能になってくるのかわからないんですけど、デロンズの置き換えになるのか、それとも、高級解放石出たな。しっかり、共存できるのかっていうところなんですけど、もし置き換えになった場合は、エリスのクールタイム延長がさらにね、猛威を振るいそうですけれども、デロンズ以外は、現状、クールタイム対策できないですもんね。竜を入れるわけにはいかないし。どういう仕様にしてくるかが、ちょっと、楽しみではありますね。結構出てるな。下手すると、エリシア推しっていうことで、エリシアガチャが一緒に、ペンタゴンガチャが一緒に来るかもしれないですね。そしたら今レベル34なんで、引くかもしれないですけど。ちなみに今回はそのクロエとノホのガチャが、来てますけど、前回は強化と一緒に来たんですよね。
で、今まで強化なしで、お、2個出た。強化なしで、あ、武器解放だ。いいね。防具解放、いいね。今まで強化なしで、その、はい、ちょっと行ってきます。はい、続きやっていきます。まあ、今までね、強化なしで、限定ガチャが来ることってほとんどなかったように思うんで、もしかすると、エリシアの覚醒と一緒にクロエが覚醒する可能性もあると。火力パーが、まあ、エリシアで、クロエが、まあ、明かりのもしかすると、上位になったりしないかなと。まあ、密かにワクワクしてるんですけれども。まあ、明かりはね、一般キャラということなんですけど、まあ、それの SP、まあ、SP っていうかね、まあ、限定キャラっていうことで、まあ、クロエがね、まあ、そこに入ってきても、まあ、おかしくはなさそうだなっていう。まあ、ノホもね、クロエも、まあ、所詮一般キャラなんで、ローアとかで、ローア、ルーアでね、突できるんで、まあ、来たとしても、まあ、特にね、そんなにインパクトはないんでしょうけど、まあ、その辺楽しみですね。クロエはなんだっけ、前衛の防御力 30% アップぐらいだっけな、今は。防御力アッププラス、ダメージ減少とかがね、もしかしたら強化されたりするかな。結構出てるね、やっぱ、高級解放石。おー、出てるな、結構。まあ、出てるって言ってもね。まあ、出てるって言ってもね。一個だし。まあ、解放石多少ね、出るようになったとはいえ、まあ、失敗も激しいんでね、解放石で、まあ、スロット解放した時にね、まあ、敏捷 4% なんてほとんどつかないし、まあ、HP もね、絞られてる感じしますしね。まあ、青宝石とか普通の通常宝石で、まあ、十分なんで、まあ、いいんですけど、赤宝石とかもね。まあ、ただ、なんだろうな、まあ、その、超上位にこだわらなければ、まあ、通常の解放石で、まあ、十分戦える感じもあるんでね。ちょっとやっぱ出が、前回よりも少ない気がしますね。特にあの、高級解放石はいいんだけど、その通常解放石が出る確率が結構絞られてるような気もするな、なんか。高級解放はなんかこんな感じだった気がする。もともと。ただなんか高級も2個3個出るときはパパーってあった気がするからね。まあ、偏り激しいからただの気のせいっていう可能性の方が高いんですけど、まあ、ネットバブルはね、今までに結構、やらかしてきてるんで。まあ、確率なんてね、変えられてるって当たり前だしね。ピックアップ週よりも、その後の週の方が出やすいなんて、まあ、結構当たり前じゃないですか。ピックアップで出やすくなったって言いながら、次週、もっと出やすくなってるみたいな。はい。まあ、一つセット装備で、まあ改善してほしいなって、まあ僕が思うのは、やっぱりあの、スロットの解放の時の、オプションがね、あまりにもちょっとランダムすぎるかなとは思いますね。1スロットごとに、それぞれその、1スロットごとに何回か鍛えたら、まあ例えば5回ぐらい鍛えたら、次は、まあ確定で、まあこういうの選べますみたいな、こういうオプションがいいですっていうのを自分で選べたら、まあいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。まあ当然ね、課金者とか、あるいは頑張った、周回頑張った人が、まああの、ね、上位に行くっていうのは、まあある程度っていうかまあ、当然なんですけど、頑張っても、課金してもオプションがね、つく、運が悪すぎて、できないっていうのは、それって結構、やる気がね、なくなっちゃう原因でもあると思うんで、ある程度ね、やっぱり回数確定みたいなのを入れた方がいいかなっていうふうに思いますね。だってね、もう、5回でつく人もいれば、10回、20回やってもつかない人もいるわけじゃないですか。そんな20回やってつかない人なんてそんなやる気なくなっちゃいますよ、やっぱ。だからやっぱりね、回数確定みたいなのはちゃんとあった方が絶対いいと思いますね。まあ、それが5回なのか10回なのかっていうバランスはね、まあネットマーブルが、まあいいと思うところにね、してもらえればいいとは思うんですけど、
何かしら回数確定みたいなのを入れないと、まあ課金者の人もね、運が悪い人はやる気なくなっちゃう可能性もあるんでね、まあその辺はね考えてほしいとは思いますね。やっぱちょっと前回よりもどうなんだろうな、まだほとんど1000か2000ぐらいしか引いてないんで何とも言えないんですけど、前回よりはなんか絞られてる気がするな。一つ個人的な不安要素があるとすると、まあ解放石の解放石のガチャとか装備のセット装備のね、使用を緩くするってもう宣言してるようなもんじゃないですか、もうね。だから今ここで頑張って解放石引いてセット装備をまあ整えたとしても、まあ今後さらに緩くなった時に結構無駄になる可能性はありますよね。まあまあそれはそれで仕方ないかなと思っては引いてるんですけどね。さああと2000か、どれぐらい今溜まったんかな。やっぱり少ないな、通常解放石が極端に少ない気がしますね。2個3個ですもんね。前回3個から5つ6つって出ることが結構多かったんですけど、今回2、3個が平均って感じですね。前回やりすぎたと思ったのかな。はい、2000ほど引いた途中経過ですね。こっちの右側のやつが、引く前のやつですね。武器解放石が20個ぐらい増えたのと、緑宝石は15個。武器解放石は5つぐらい増えてんのか。あ、結構出てるな、武器解放石。で、高級防具解放石も4つぐらい出てる。赤宝石が2個か。ああ、赤宝石が今回少なかったな、ちょっと。あ、でもここまでは結構いい感じですね。あ、いい感じって言っても、高いですけどね。2000で高級武器6個ってことだもんね。5つか。5つだもんね。まあ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 。結構きついのは変わらないと。緩くなってるとはいえ、きついのは変わりませんって感じですね。あと2000ぐらいかな。ちょっと高級解放石の出が悪くなってきましたね。お、出た、来た。お、2個出てきた。と思うと、こう、バッと出てくるって感じか。緑宝石。まあ、状態異常は結構対策ができるようになってきて、まあ、ほぼ状態異常食らわなくなってきましたね。睡眠、感電、沈黙、気絶あたりはもうほぼ完璧という感じな、にはなってきてますね。まあ、特にあの配布がね、リングのアクセとかの配布が最近されてるんで、紙アクセが多くなってきましたね。お、武器解放石出た。さあ、あと1600。引くのは辛いな、ちょっと。引くのが辛いですね。はい。まあまあ、高級解放石に関しては結構、まあ出てるんで、まあ前回通りかなっていう感じはしますけど。まあまあ、偏りが激しい、何度も言いますが、偏りが激しいんで、まあ1000とかぐらいだと、運が悪い時は結構ね、きついっていう感じですね。まあ一度、遅延パーティーみたいなのを、やってみたいなとかって思ったりもするんですが、エリス、スパイク、イチゴあたりで。まあただスパイクは結構いけるとは思うんですが、イチゴはね、やっぱね、聖女装備つけたとしても、現状魔法攻撃が主流だし、貫通攻撃も結構多いんでね、まあ多分無理だろうなとは思ってるんですけど、一回そのね、遅延パーティーみたいなのを組んで、やってはみたいですね。
防具か。まあまあ防具もいいですね。お2個出た。今回は3個4個っていうのがないな。2個はあるけど。もう高級武器出るね。いいねいいね。おお、2個連続。防具と青。まあ青はいらないかな。まあ青とか赤はね、4% くらいでも、まあ戦えなくはないんで。さあまあ、PVP4%、5%、4% よりも 5% の方がね、いいのはいいんでしょうけど。武器。うん。まずはね、聖女装備を、整えたいなと思ってて、特に聖女のね、武器のやつを20、ミッション29のやつをね、1個は作っておきたいなって思ってるんですよね。もう供給武器結構出るな。まあ、高級解放石は前回とほぼ変わらない気がしますね。ただ、通常解放石が1個とか2個のパターンが結構多い気がする。前回は4個、5個、6個が結構当たり前だった気がするんですよね。僕が引いてた時は。まあ、少なくても3個とか、そんなんだった気がするから。まあ、気のせいかもしんないけどね。前回のね、動画でどんな出だったかを、見直してみるとわかるかもしんないけど。はい。で、今何個だ ?3000 個残しておきたいんで、3500ぐらいまで引こうかな。とりあえずは。どうしようかな。フィーナも引こうかな。まあ、ただね、キャラの場合は、結構、別のガチャを引いてる間に、まあ、勝手に、貫突してますみたいなことが多いんで、なんかあんまりね、その、まあ、とりあえずこれぐらいにしようかな。はい。まあ、あんまりこうね、2000ぐらいかけてフィーナ引くとかあんまり僕はしたくないんですよね、個人的には。はい、じゃあ最終的にどうなったかをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、いくつ ?3500 ぐらい引いて、武器解放石が、26個。緑宝石に関して言うと、36個かな ?15。ん ?25 だから、46個か。算数ができない。46個。で、高級武器に関しては8個。で、高級緑に関しては、これも8個か。で、青宝石に関して言うと、8個。赤宝石は?ん?赤宝石、高級赤宝石変わってなくないか?これ。変わってないね。一個も出てないんだ。珍しいな。まあ、通常解放石は結構出てるけど。珍しいの?高級赤宝石出ないって。まあ、いい感じですね。いい感じで出たと思います。まあ、もうちょっと引くのか、まあまあでも、敏捷武器ある程度揃ってるからな。まあこれでとりあえず正常武器に1個でも 29% のやつが作れればいいかなとは思います。はい。まあそんな感じでしたね。はい。で、今回の動画はこれぐらいで終わろうかなと思います。まあこの後の動画で、まあアリーナとかと組み合わせながらセット装備の強化を、まあする動画を上げたりとか、いうふうにはしたいとは思います。まあ、とにかく耐久パーティーの、まあ、エリシアが来て、速攻で、まあ、物理パーティーというか、まあ、敏捷パーティーに戻る可能性もありますが、まあ、後々結局耐久パーティーの時代がまた来たりすると思うんでね。まあ、今もそうだし。なんで、まあ、そこで作っておいて損はないと思うんで、まあ、コツコツと、まあ、耐久パーティーのやつも作りながら、やっぱりメインは敏捷パーティー、火力パーティーのやつで、まあ、個人的にはやっていきたいな、というふうに思っております。はい。ということで、今日は、ありがとうございました。2018年も、よろしくお願いいたします。はい、どうも失礼します。